と奪還案のみ。金丸義信27歳ノア初進出の東京ドームのリング、団体の威信をかけた大仕事の時がやってきました。この金丸は初代、そして第5代の GHC ジュニアヘビー級チャンピオン。今重心サンダーライガーが欲しいままにしているベルトは以前金丸の腰に巻かれていました。今年ノアジュニア勢が次々とライガーの軍門に下りました。金丸はライガーに自分が持っていた連続防衛記録を抜かれた上に挑発の限りを尽くされ、悔しさにまみれた半年間、調印式で俺がノアの取り手だという気持ちで必ずベルトを取り戻しますと力強く宣言した金丸義信。負けるわけにはいきません。勝たなきゃいけない大一番。デビューから丸8年、挑戦者金丸義信、チャンピオン重心サンダーライガーとシンクル初対決であります。第8代 GHC ジュニアヘビー級チャンピオン、新日本プロレスの重心サンダーライガー、6度目の防衛戦であります。今年1月4日、ここ東京ドームで杉浦隆を破ってノアジュニアの至宝 GHC ジュニアのベルトを初挑戦で奪取。チャンピオンライガーは桃田、橋、小太郎、菊池とノアジュニア勢の挑戦をことごとく退け、今宵いよいよ羽根丸の挑戦を受けます。言わずと知れた新日ジュニアの大黒柱ライガー、竹村勝志を従えての入場であります。15年前ライガーはここ東京ドームで衝撃のデビュー、 IWGP ジュニアのベルトを巻くこと史上最多の11回。ジュニアの重鎮は今 GHC ジュニアのベルトまで己の代名詞に加えようと防衛ロードを歩みます。他団体にいながらこのベルトは生涯持ち続ける、そしてノアのジュニアを改革すると言い放つ怒りの重鎮。さあ勝って知ったるビッグエッグ、生まれ故郷東京ドームのリングに、さあ今ポストに上がりました。重心サンダーライガー、誰もが認める強いジュニアのチャンピオン、これが重心サンダーライガーであります。ノアジュニア制圧に向けて元チャンピオン金丸に王者の角を突き立てます。GHC ジュニアヘビー級タイトルマッチ、ライガー対金丸、現チャンピオン対元チャンピオンであります。放送席解説は桃田光雄さんです。桃田さんは2月15日、はい、このライガーの初挑戦、ね、初挑戦の相手として、はい、新日本プロレスのリングに乗り込みました、はい、ベルトをノアに奪還することはできなかったんですが、はい、どうでしたかライガーと戦ってみて。いや、素晴らしい選手だと思いますよ、まあ、僕なりには、ね、目いっぱい頑張ったんですけど、なかなかその奪還することはできなかったんですけどね、まあ、うちの選手、ジュニアの選手はいっぱいいますんでね、絶対今日も金丸選手が頑張ってダッシュしてくれると思います。そうですか、はい、そしてスペシャルゲスト掛布雅之さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。両選手の紹介です。過去ラジオ選手は195ポンド、金丸義信、ベルト奪還あるのみ挑戦者ノア金丸義信、ブラコーナーチャンピオン215ポンド、重心サンダーライガー。第8代 GHC ジュニアヘビー級チャンピオン、ご存知重心サンダーライガーであります。 GHC ジュニアヘビー級タイトルマッチ、重心サンダーライガー6度目の防衛戦、ライガー対金丸、現チャンピオン対元チャンピオン、新日本プロレス対プロレスリングの日本プロレス界ジュニア頂上決戦 in 東京ドームであります。さあゴングを待ちます。じりじりとした緊張感、ゴングが鳴りました。いきなりいった、金丸蹴っていきました。さあロープでくるっと回って誘い込んでキックだ。まずキックに初当たりました。おっとウファドーラーリング内に飛んできた。金丸がいます。ショルダーアタックの重心サンダーライガー、そして抱えていきなり、あーっとライガー、いきなりライガーの肩だ。まだ1分経っていません、まだ1分経っていません。桃田さん、はい、チャンピオンのライガーいきなり仕掛けられましたが、すぐ大技で返していきましたね。そうですね、やっぱりチャンピオンはその経験豊富ですからね、要するに相手のペースに絶対飲まれないように、はい、自分のペースにするってことを常に、やっぱり注意してんじゃないですかね。そうですか、そしてさあ早くもスイートが出した。エビがどうだ、勝てる。
桃田さん、はい、垂直落下ブレーンバスター金丸が今最初に仕掛けましたけれども、はい、実は両選手ともこの技をフィニッシュフォールドにしているんですね。してますね、その分だけやっぱり自分の技をなるべく早めに出した方がやっぱり有利に試合を運べますんでね。そうですか、はい、いやとにかく金丸は挑戦するにあたって、はい、同じ技得意技があるんだけれどもこだわって、はい、僕の方が何発でもたくさん出しますということを言っていました、はい、さあそしてスペシャルゲストの影山雅之さん、はい、挑戦者金丸選手ですが今日表情は非常に厳しいですよね。そうですか、なんかやってくれそうな気がするんですけどね。私この金丸選手は元高校球児、私一緒にキャッチボールしたことあるんですよ。そうですか、ちょっと心情的には頑張っていただきたいんですけど、ね、甲子園出場経験もあるという金丸選手、はい、挑戦者。さあその金丸がノアに GHC ジュニアのベルトを半年ぶりに持ってくるには、はい、桃田さんどういった攻めが必要でしょう今グランドですが、やっぱりキャリアはどうしてもね、はい、ライガー選手の方が上なんで、やっぱりあの先制攻撃先ほどしましたけども、やっぱり自分の金丸選手がどんどんやっぱり攻める形でいかないと、うん、チャンスはなかなか生まれないと思いますよね。という意味では最初にキックを放っていった、はい、これは良かったわけですね。良かったと思います。そして今リング中央で同締めスリーパー、はい、しかしあのキャリアの差という話が桃田さんありましたけれども、はい、実はですね金丸が中学生の時から、はい、もうこの重心サンダーライガーはジュニアのトップとして日本マットに君臨してたんですね、はい、1989年プロレスが初めて東京ドームで行われた89年4月24日、今から15年前小林邦明を相手に衝撃のデビューを飾りましたこの重心サンダーライガーであります。新日本プロレスのジュニアの第一人者としてずっと君臨してきました。 IWGP ジュニアのシングルのベルトを取ること11回、今のキックに思わず武夫さん声が出ましたが、もういきなり両選手トップギアに入れてますね。あのだけど川村選手の場合には当然これ挑戦者ですから、もう出だしからトップでいかないと攻め切らなきゃいけないという、どんどん攻めにいかないと、なるほどね、試合の流れを自分の方に常に持ってきてこないとチャンスってなかなか生まれないんで。なるほど、そして今度はキャメルクラッチであります。まずはリング中央でしつこく攻めるという戦法を金丸が取ってますね、はい、あのこれは完全に金丸選手ある程度計算してたと思うんですが、あの相手のスタミナをロスというその点に中あのなんていうんですか、あのなるべく力を入れてるんだろうと思いますね、はい、やっぱりキャリアがある分自分より上ですから、年齢は、はい、スタミナの面では自分が絶対勝てるという自信を持ってると思うんですよ。なるほどね、だからなるべく相手のスタミナをロスさせることでより有利に試合が運べるという気持ちを持ってると思いますよね。とにかくあの金丸のチャンピオンのライガーに対して非常にパワーのある選手で、はい、一発一発重いんだと、はい、ただそのパワーを逆に利用してなんとか自分のペースに持っていきたいということも言っていました、はい、そうですね、あのどのあたりで転換を見せるのかこれも見ものです。あの金丸選手の場合には、はい、なんていうんですか、トリッキーなところがありますので、相手の要するにそういうあのパワーサッポをですね、うまく利用するっていうのはうまいと思うんですよね。なるほど、ただだけどその前になるべくそのライガー選手のスタミナを、はい、ロスさせるっていうのも大事な部分かなという気はしますけどね。そうですか、実はライガー選手も試合前この金丸を表してそんなに怖さは実は感じないんだと、ただうまい技師である、丸め技あるいは返し技こういったものに注意をしないといけないということを言っていました。そう考えるとちょっとこの流れが変わった時金丸選手がどれだけ耐えられるかっていうのも勝負のポイントになります ね。もちろんそのライガー選手の要するにその小手にしろ何しろですね、やっぱり一発来ると重いですからね、はい、それをどれだけもし応えられあの要するにこらえられるかっていう部分も大事だと思いますけどね。そこを耐えてこそ返し技丸め技が生きてくると。そうです、それが当然必要になってきますよね。さあコーナーに詰めます、膝蹴りを持っていきます。重々しい攻撃でまずはライガーのスタミナパワーを奪っていこうという戦法か金丸義信。重心サンダーライガーは15年前ここ東京ドームで衝撃のデビューを飾った浴びせ蹴り、浴びせ蹴りを見せてきた。さあ来ました、ロープ飛んだ、回転キック。しかし掛けさ、身体能力ジュニアの選手たち高いですね。ライガー選手の年齢を考えるとこのスピードは脅威ですね。すごいですね、素晴らしいです、素晴らしいですね。そうですね、さあそしてあと、さあ場外で、場外で、あっとパワーバム今鈍い音がしましたね。しましたよ。
大河選手がね十分に持ってた分、はい、要するにその金丸選手がね、はい、要するにあの受け身を取りづらくなってるんですよね。今の場外でのパワーボムですが、いやこれ息が止まったんじゃないですか。そうですね、やっぱり今日の ね、あのマットのところは特に硬く僕もあの先ほど試合した時に感じましたので、はい、あの衝撃は大きいと思います。こういったところあの長く持ち上げるところもライガーのパワーですよ ね、 そうですね。技の一つ一つが重い、力があると金丸はこのライガーを強していっていましたが、そのライガーにどう戦うか。今まず序盤劣勢になりましたか金丸義信であります。そしてこのライガーは実はあの東京ドーム慣れしてますよ ね、 そうですね。デビュー戦も東京ドームですが、まあ、数々あの IWGP ジュニアの防衛戦を行いまして、さあおっとカウントが16まで来ているぞ、16まで来ているぞ、場外カウント、あっと今これやはり軽い脳震盪ですか、あっとそのままカウントしました、分かれるか分かれるか、上がってきた、サードロップ掴んで上がってきた。桃田さん、やはりこれ脳震盪起こしてましたか、ね、いや起こしてると思いますね、当然ね頭をゴーンとここに強打してますんで、あやっぱりあの腰に力が入んないから走ることもできない状況だろうと思いますね。パワーボムの時に掛布さん対角線上この放送席から離れてるんですが、そうなんですよね、はっきりと頭を打つ音が聞こえましたもんね、そしてあっとまたこれはいたんすか、リングのパワーボム、まだ意識は戻っていないか金丸、さあそこに畳みかけてくるのがジュニアの重鎮、重鎮サンダーライガー。過去タッグでは6度対戦している両者ですが、シングル初対決、それがタイトルマッチ、これはライガー優勢ですね。優勢ですね、やっぱり先ほどのあの場外のさあ10カウントが6ダウンです、ダウンです、これは立ち上がれるか、さあじりじりと今膝、左膝から開いてギリギリで立ち上がった、さあしかし容赦しない、投げっぱなし、カウントが入る。ライガーは言っていました、俺は東京ドーム慣れしている、東京ドームの戦い方は心得ている、さあやられている金丸、スターネスの師匠秋山が心配そうにベンチサイドから見つめます東京ドーム。さあそして持ち上げる、コーナーでの攻防だ、ジュニアの空中戦、ライガーからスタッフのセンバックス落としていった、カウント入る。ライガー厳しい攻めをしていますが、そうですね、この一つ一つが重い感じに入ってますんでね、半年間ずっとライガーは金丸に対して、はい、なぜ声を上げて挑戦してこないんだ、かなり挑発行為を行ってましたよね。そうですね、まあ、その間あの金丸選手は十分に相手を研究はし尽くしてると思うんですけどね。そうですね、だけどやっぱりライガー選手の技が一つずつが重いんで、ダメージがどうしても金丸選手が食ってしまうっていう部分はありますよね。1月4日杉浦から重心サンダーライガー、この GHC ジュニアのベルトを取って以来、解説の桃田さん、橋誠、そして新日本プロレスの成瀬、鈴木小太郎、菊池剛相手にこれまで連続5回の防衛に成功しています。これはこのベルトの連続防衛記録でもあります。他団体のライガーが、金丸がかつて持っていた連続防衛3回という記録を今年あっさりと塗り替えて、そしてリング中央釣り天井であります。いろんな技を持ってますね。厳しいですね、ライガー選手の攻めは本当に。そして今度グランドレマート、スリーパーに切って取っています。10分が経過しました。東京ドーム GHC ジュニアヘビー級選手権試合、チャンピオン重心サンダーライガー6度目の防衛戦、挑戦者ノアの金丸義信であります。まあ、ノアマットからこの GHC ベルトが、ジュニアのベルトが流出しましたが、はい、とにかくノアには桃田さんはじめ、はい、いろんな選手がいるんで、その戦いを見てから、そして5月に先輩の菊池選手が敗れたのを見て、はい、ようやく金丸突っかかっていきましたね、ライガーに。そうですね、もう自分が行くしかないという部分はあったかもしれませんね。やっぱり仙台のリングでいきなり試合後、菊池を葬った後のライガーに対してバックドロップからストンピング3連発打っていった金丸であります。その勢いのままこの試合に臨みたかったんですが、ライガー優勢であります。ずっと金丸を挑発していたライガー逆水平、団体のベルト取られたんなら取り返すとすぐ言うのが男だろう、そう言っていました。さあ
ここから転換できるか。しかしキック、厳しい厳しい、ライガー持ち上げて、またライガーボールか。いや、カネマルのエルボーだ。黙っちゃいないカネマルが、左低空のロップキック、ライガーにも挑発され尽くしました。焦げにされてきました。カネマル逃げ回るだ、どこでやるんだ、ベルトは渡さない、永久に俺のものだ。そして最後にはノア・ジュニアをライガー自身が俺が改革してやるとまで言いました。バックドロップ、体は黒字、挑戦者カネマル、正々堂々と来い、俺は東京ドームに慣れている、差を見せつけてやると言っていた重心サンダーライガー。武さん、はい、ジュニアの試合ですが、非常にライガー選手の攻めは重厚ですね。ヘビーの感じがしますね、技一つ一つが、ね、ヘビーの選手とも本当に重いですよ ね、 重いですね。互角に普段戦っているライガーならではの厳しい攻めだ。東京ドーム、さあセカンドロープに両足をかけて、カニマルが、おっとカニマルがバックに回った、ローリンカチョウがそのまま落とした、マベステパワーボム。さあ本田さん、はい、ここからですか、金丸。そうですね、まだだけどダメージがちょっと残ってる感じなんで、腰にどんだけ力が入るかですよね。やっぱりさっきの場外で受けたパワーボム、はい、後頭部のダメージ、これがどこまで回復してるかです。ディープインパクト、カウントが入る。さあ得意技が出てきました。金丸、後頭部を打った金丸がライガーの前頭部を攻めてきた。これは空を切りました。失敗しました。疲れました。あっと、スモールパッケージホールドはカウント2。おっとコブラツイスト、グランドコブラ、桃田さんを葬ったこの技、グランドコブラ。これは逃れるの難しいですか。早いですよね、早かった、タイミングは早いんですよ。で、下に落ちた瞬間にやっぱり頭を打ちますんで、そういったあたりも先ほどのダメージを考えて、やってますね。そうですね、後頭部連続攻撃、今度はまたこうだ、トップロープ、トップロープ出たー。さあそれを返していった。さあエビ固め、どうだ、カウント、カウント2であります。金丸惜しかった。これが返し技ですね。そうですね、金丸の返し技、相手のパワーを、勝負だー、昇天重心サンダーライガーは左利きであります。相手に流れを渡しませんね、ライガー選手ね。ライガー選手を力技で必ず自分に持ってきますよ、ね。そしてコーナーへ、もう一回アッパー式勝だ。厳しい、東京ドームの天井に突き上げた重心サンダーライガー。またですか、またロープ、そしてトップに重心サンダーライガー、強いチャンピオン、なだれ式垂直落下ブレーンバスターを出した。今の握り拳、桃田さん、はい、ノアのベルト、 GHC ジュニア、はい、どうしても取り戻す、その決意見て取れましたね。いやー本当ですね、今の顔は最高にいいですね。さあそして上げた、落とすか、落とした、垂直落下ブレインバスター、ワンで返した、ワンで返した、怒りの重心返しました。金丸はこの垂直落下ブレインバスター、こだわった方が勝ち、何発でも出したいと言っていました。中学生の時から見ていたという重心サンダーライガーのファイト、やレスラーとして本当に長い間、はい、ジュニアを引っ張っているな、それなりに相手のことは認めていますが、しかし立ちはだかると大きな敵ですね。いや本当ですね、ショーだーと、掴んだ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 、左を掴んで、あ右張りで構えて、ショーだー、一回転ショーで落として垂直落下ブレーンバスター、重心サンダーライガー、カウント2、返した金丸。東京ドーム大歓声、ノアにベルトを取り戻せ、ノアファンの大声援、
そして相手は日本のジュニア第一人者、第8代チャンピオン、重心サンダーライガー。さあライガーがもう1回なだれ式で持ってくるのか。これを食うと危ないですね。いや危ないですね。今の焦点も素晴らしい形で入ってますんでね。気合を入れた、さあ、そしてあとトップだ、トップだ、トップに上がる、返す返す返す、金丸首を振ってこらえる。空中での意地の張り合いだ。落とした、殴って落とした、なりふり構っちゃいられません。しかししつこいライガー、振りほどく、おっと、そのままだ。中段からこれディープインパクト、そうですね、落としていきました。逆転はこなかった。いや、そのままディープインパクトかフェイスクラッシャーか。そして金丸ムーンサントプレス決まった、今度は決まった。ノアにベストが返って、まだ来ない。GHC ジュニアヘビー級選手権試合、東京ドーム大歓声、垂直落下ブレーンバスター、本当、うわ、さあ何発でも出す、何発でも出す、霧もみ式垂直落下ブレーンバスター。さあカウントが入る、どうだ、カウントはカウントクリップ、金丸勝った。ノアジュニアの至宝、GHC ジュニアヘビー級のベルト、金丸の腰に帰ってきました。タイトル奪還成功、東京ドーム大歓声、金丸義信、ついにノアに GHC ジュニアのベルト取り返しました。必ず取り返すと言っていた金丸。桃田さん、はい、勝ちましたね。いやよくやってくれましたね。勝負タイムは17分39秒、旋回式垂直落下ブレーンバスター。武さん、何発でも出すと言っていましたが、最後はひねりを加えてきました。ただあれだけライガー選手の攻めに耐えた、金丸選手、なんかノアの意地みたいなものを感じましたね。いや本当ですね、もう彼は本当にその意地を出して、あれをしのがなければ、そうですね、この勝利は絶対ありませんでしたから、いや本当によくやってくれたと思いますね。勝った金丸、まだ立ち上がれませんが、いやしかしタイトルマッチの緊張感、そして団体対抗戦の意地、今金丸にベルト、第9代 GHC ジュニアヘビー級チャンピオン金丸義信、初代チャンピオン、第5代チャンピオンだった金丸、三度この GHC ジュニアのベルトを自らの手に取り戻しました。金丸義信、東京ドームの大歓声に応えます。ジュニアナンバーワンというプラカードもこうやって掲げるファンがいる東京ドーム、桃田さん、はい、嬉しいでしょうね。いや嬉しいと思います。まあ、僕も嬉しいですけど、まあ、やっぱりノアファンとすれば最高ですよね。桃田さんも果たせなかった、そして橋も鈴木小太郎も、はい、菊池も取り戻せなかったノアジュニアのベルト、ついに重心サンダーライガー、強い強いこのライガーを破ったのは金丸義信でした。さあ金丸、今ベルト東京ドームで振り回した、嬉しい嬉しいタイトル奪取、おめでとう金丸、第9代 GHC ジュニアヘビー級チャンピオン金丸義信であります。ライガーとのシングル初対決を制しました、新チャンピオン誕生、おめでとう金丸義信。